どうも、香港在住日本人料理人の慎吾です。香港で料理人をしながら YouTube を撮ったりノートで文章を書いたりしています。さて今日なんですけども、今月のですね2月2日に、誕生日を迎えて36歳になりまして、自分への誕生日プレゼントにですね、バイオリンを買いました。人生初です。っていうのもですね、新年でも誕生日でも僕抱負ってほぼ抱かないんですよ。ほぼ持たないんですよ、抱負って。まあ大概叶えられずに終わるんで、まあ禁煙なんかほんとそうですけどね。36歳になって2つ決めました。人に不快感を与えないねおじさんになろうと。まあ主に見た目ですね、清潔感のあるおじさんになろうっていうことと、もう一つが今まで自分がやったことないこと、できるだけ人のねやったことないことをやっていこうっていうのを、心に決めまして、まあ YouTube のネタだったりこういうねポッドキャストのネタ、ノートのネタ作りっていうのもあるんですけど、やっぱりねこう、まあ、今回のテーマにもなってくるんですけど、コンフォートゾーン、これをねできるだけ壊していきたい。自分のコンフォートゾーンをぶち壊して自分のコンフォートゾーンをどんどん広げていこうと思いまして、具体的にどういうことか簡単にご説明しますと、丸がですね、3つ重なった図、小さい丸、中ぐらいの丸、大きい丸、そういう図をちょっとイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけど、コンフォートゾーン、自分にとって快適な状態、慣れている仕事をこれまで通りのやり方でこなせば良いなどです。快適ではあるものの自己成長の観点からはまた学びが少ないゾーンです。局地回ってないので大丈夫かな。ラーニングゾーン、コンフォートゾーンから一歩踏み出した状態です。チャレンジングな仕事、新しい仕事、自分の立てた目標に向かって取り組んでいる状態です。パニックゾーン、自分の能力の限界を超えた状態です。自分の持っている能力に対してはるかに超えた仕事に従事することで、パニックゾーンに身を置き続けると精神的負荷が大きく、また学びも起きませんというわけです。駆け足で説明いたしましたが、コンフォートゾーンっていうのはね、ぬるま湯ですね。皆さんどうですか、ぬるま湯好きですか？僕はね大好きです。ぬるま湯使ってるのが一番楽だし一番気持ちいい。でもねずっとぬるま湯に使ってばっかりいると人間成長はないんですよ。ただぬるま湯を通り越してちょっと厚めのお湯から熱々のこう沸騰してるお湯まで入っちゃうと、今度はねもう湯なんていうんですか、のぼせるしやけどするし本当にね人間にとって過酷な状態でしかない。その間のラーニングゾーン、何ですかね、気持ちいいストレッチからちょっと負荷のかかる筋トレの間ぐらい、ずっとここに身を置いて何かを学び続けていると、だんだんですね筋肉と一緒で負荷に耐性ができてきて、なんていうんですか、ベンチプレスでも最初全然上がんなくてもだんだんやってるうちに、あー30キロ上がった、40キロ上がった、そのうちに100キロ上がった、頑張っていくとこうその100キロが自分のコンフォートゾーンになる。つまり自分が楽な場所ですね、居やすい場所、それが広がることによって新しくチャレンジできることも増えていくんじゃないかなと思いまして、ちょっとですね今年もですね以前お話しました長州島のまんじゅう祭りだったり、今年の10月か香港マラソンがあるんですが、ちょっとフルマラソン挑戦しようかなとも思うんですけど、いかんせんねコロナの影響でちょっとどうなるかわからないんで、まあ自分ができることで、まずは身近なところからバイオリンを買ってみました。たまたまですね僕の日本人の友人の彼女が香港人女性で、
で、今音大に通ってて、あのバイオリンの先生やってるんですよ。でその子とこの間飲んだ時に、あ、バイオリンやりたいなと思ってであのね、一緒にあの鍋つつきながらあの日本酒飲んでる時に、もう即決であのバイオリン買うのを決めまして、だいたいこのぐらいの値段からこのぐらいの値段でちょっと程度いいのを1本見繕ってくれっていう風にお願いしまして、ちなみにですね、あの香港で有名な楽器屋さんがあるんですけど、まあ、そこではね、まともなバイオリンは売ってないらしく、あの彼女のつてで、今回ですね、なんていうんですか、あれ湿度計付きのケースと弓と松ヤニと、なんていうんですか、肩当て、顎当て、肩当て、肩当てか、肩当てだったっけかな、なんかそういうあの肩に乗せるための、なんていうんですかね、バイオリンと肩の間に置くストッパーのようなものを、一緒に入れてくれて、この値段なんで、まあ、相場から見たらだいぶ安く買えたなと思って、もう今ねなかなか嬉しい限りです。ちょっとですね、今日はバイオリンもらっただけであのレッスンはしてもらえなかったんで、 YouTube 見ながらまずバイオリンの持ち方からどう持つのかとか、あのバイオリンの本体もそうなんですけどね、あの右手側の弓はどう持つのかとか、そういうのをね、あの一個ずつやってると、なんか久しぶりにこうゼロから何かを始めることって本当になかったなと思って、あの去年からですね YouTube 始めたり、最近ポッドキャスト始めたりで、去年からかやらせてもらってる、湘南一つ星高等学院の、高校生の方向けに授業をしてみたり、あのオンラインでできることって結構新しいことはやってはいるんですけど、こうオフラインで何て言うんですかね、自分の体を使って何かを覚える、何かを学ぶっていうのがかなりね久しぶりなんで、今回バイオリンを買ってかなりワクワクしておりますで、まあ、今日のまとめになりますけど、コンフォートゾーンを超えるっていうのはやっぱり難しいと思うんですけど、サクッと始めて長く続ける、もうこれに尽きると思います YouTube もね、ポッドキャストもサボりがちな僕が言うのもなんですけど、まあよくわからないものを、やったことのないものほど気軽に始めてみて、で、なんていうんですかね、自分のペースで長く始めていくことが、自分のコンフォートゾーンを超えて、ランニングゾーンに身を置き、コンフォートゾーンを広げていくコツだと思います。まあこの話をしてくるとね、どうしても恒常性、ホメオスタシスの話とか出てくるんですけど、今日はちょっとお時間、いい時間になってきましたので、この辺で失礼したいと思います。いやー、バイオリンね、いつかね、どうしましょうね、YouTube でなんか弾けるようになったらね、弾いてみる系の動画を出してみるか、自分が練習していく過程を、ま、動画にするなり、音声にするっていうのはね、なかなか、ちょっと難しいと思うんで、もし可能であれば、練習風景とか、僕が一人で練習してる姿とかを YouTube で撮って、なんかこう、上達していく過程みたいなのを記録できればいいかなと思ってます。どうしてもね、僕の家だとね、バイオリン、音が大きすぎて弾けないんで、どうにもなんていうんですかね、バイオリンの音を小さくする器具なんかもあるらしいんですけど、まあそれ使ってもどうかなっていう感じなんで、多分家の近くの公園でね練習すると思います。まあホームをレッスンした方にはちょっとご迷惑をおかけしますが公園で練習していくと思うんで、その過程をまあ YouTube かな、 YouTube にできたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。
もし気に入っていただけましたら、お聞きのプラットフォームのいいね的なボタン、そして、登録的なボタン、コメントなんかいただけると本当に励みになります。それでは次のラジオでお会いしましょう。慎吾でした。バイバイ。